11月24日、東温市川の内の国道11号途半車線で、道路災害時における放置車両の移動訓練が行われました。これは平成26年12月に県境の国道192号で大雪による大規模な立ち往生が発生したことをきっかけに、緊急車両の通行ルートを迅速に確保するための訓練を毎年この時期に実施しているものです。この日は松山河川国道事務所の職員や一般社団法人日本自動車連盟などの関連機関からおよそ60人が参加しました。訓練は道路災害時に走行できなくなった車両が路上に放置されることで通行障害となる場合を想定して行われました。通行ルートを確保するため、レッカー車による移動や車両簡易移動器具を使った人力による移動訓練を行い、参加者たちは真剣に訓練に取り組んでいました。でタイヤにはめるときにあんまり奥まではめると、今度これ踏むときにここに当たったりして傷つくんで気をつけてください。踏んだ状態で、また除雪対応力アップのため新たに配備した凍結防止剤散布車の展示説明も行われました。この車には除雪用スノープラウが付いており、除雪幅が最大 3.2 メートルになるそうです。これからの季節、雪などによる道路災害に迅速に対応できるように、参加者たちは身を引き締めて訓練に挑んでいました。